どうも皆さん、こんにちは。かきぴーです。それから今回なんですけど、まあね、パート6の、多分、次回予告でね、まあ、分かってた人多分いると思うんですけど、まあ、あのね、まあ、モザイクかかってた、やつですね。今回、あの、モザイクかかってた、ところは、あの、メサでしたね。あの、その、ということで、もうね、こんな広いね、もうメサがありました。まあ、メサはね、あのね、なんか、金がね、めっちゃあるらしいんで、今回ね、の、金をね、ザクザクね、取っていきたいと思います。じゃあね、まあ、もうさっき、あの、ちゃんとね、メサをね、ちょっと探してったんですけど。なんで？なんでこんなスケルトンいるの？やばくない？待って、これ。なんでいいの、こんなに。まあさっきちょっとあのね、探してたんですけど、あれをね。あのなんかメサの廃校があったんですけど、なんか、毎回ね、全部ね、途中で終わっちゃって、あの、もう探せなかったんですよ。だからもう普通の洞窟にします。すいません。ガチで、あのね、普通のね、洞窟。え？え？なんだこれは。え？なんだこれは。なんかこれ止まってる気がするんだよな。気のせいかな？なんかここ、まあ、ここでなんか終わってる気がするんだよな、洞窟。気のせい。ここからですから。まあ、まだこんなんで、ね、諦めたらね、そこで試合終了なんで。試合すら始まってなくて草。やばくね、それ。試合すら始まってなくて草。死ね。倒したーん。え？え、なんで死んだ？じゃあ行きまーす。探索。ここに金ありました。降りたいですけど、ちょっと水が邪魔で。大丈夫？待って、ここにあった。この木を取ろう。金。金ってどういうのがゲットできる？あ、金って何かいいのね。どうしたっけ？ハードレール。ああ。ちょっと落っこちた。ワールドレール。あ、ちゃんとできてる。いいね、いいね。ん？待って、邪魔。え、これもしかしてあれじゃない？え、これって。これもしかしてあれじゃない？また？あれなんだろうな。これってあれじゃないの？あれ、これってなんだろう。打ち合いしてんだけど。ここめっちゃいるよ。え、あれなんだろうな。なんかさ、なんか見覚えあるよ。なんか石なんだ。石って言った。ちゃんと湧き潰ししとくか。一旦。え、ここにもあるんだけど。え？は？え？え？え？ここにもない？あれ？ちょ、気のせい。ちょっと待って、ここ掘ろう。ここ行ったはず。え？これなんだ？これはちょっと、なんだ？あ、いい音だな。あれ？ちょっと待って。今なんかあったような。あれ？こっちにも。あれなんだこれ。なんかちょっと掘ってみようかな。あれ？あ、いい音。あれ？俺、このワールドって、いいんすか？ちょっと待って、俺これ何個見つけたか覚えてない。え、前回3つでしょ？多分。前回3つで、前のやつもうあれだよね。パート1か。あれ違う、パート1じゃねえ。パート2か3で。2だ。パート2で、あれよな。ゲットしたのよな、あれで。あったよね。これは結構。待って。まあ、金いっぱい集めよう。なんかこれ普通に手伝わせるけど。はい。これあった方がいい、あれ。立て。めんどくせえ役に。あった。あったわ、全然。待って、あれ作れないんだけど、作業台、終わってる。作れねえ、終わってる。どうなの？普通にここら辺今、あれしてる。上、後ろ。あの、松明とか。よし、じゃあね。行こうぜ、カキピー。カキピーは少なくなってる。
あ、カキピー、これ。うん。うわ、待って、ちょっと待って、俺待って。あれが、4個がいらん。え、なんかうまそうなもんゲットしたな、俺。でもまだ、まだ食えねえな。そう、まだ食えんか。まあ、まあ、さっき言い忘れたけど、ほらね、こんなね、高い場所でも金あるんですよ。本当だったら多分15とかで、結構、うん、どれぐらいだろう。どれぐらい ?20 ぐらい。結構、まだ、結構下にあるんですけど、もう、この時点でも結構、ね、あるんですよね。すごい。これがメサのすごいところ。本当に。よし。まあ、金をね、もういっぱい集めて、なんだっけ、ピグリンだっけ。ピグリンにあげると、あれよ、なんだっけ、いっぱいなんか物を落として、エンダーパールか。エンダーパール落として、それをなんかエンダーアイにして、エンドポータルをね、探すと。で、エンドポータルが見つかったら、それでね、エンドラをね、倒せるっていう。その流れでね、行きたいと思ってるんでね、まずは、いっぱいね、金をね、取りたいと思ってます。ちゃんと、松明も欲しいから、ちゃんと、棒は一応持ってきたから、84本作るんちゃう。作った。よし、じゃあ、どうする？今どこにいる？お前何？村人ゾンビなんだけど。あれ？これさっきあったっけ？これさっきのやつ？同じやつ。上もちょっと、タイマーつけた。ここ結構広いね、この洞窟。クリーンパッパ。いた。めっちゃ広いじゃん。なんか明るいんだけど、そっち。なんだ。ワンチャンマグマとか、あるかも。ね、木持ってる？木。棒かよ。俺、木ないと盾作れん。いや、冒険することだけを考えてたら、持ってくの忘れた。本当に。鉄もいっぱいね、集める。なんか毎回爆破されない。ここ広いな、この洞窟。本当はね、廃校ね、行きたかったんですけど、なんか、本当にね、すぐ終わっちゃう。続いてる、廃校がなくて、本当に悲しかった。だからもう、無理したね、本当に。俺どれぐらいだっけ？九十ゆうい。どれ？くもちゃんいいんじゃない？いた。うるえ。あれ待って死ねんが。オッケー。ああうるせえやつ来た。うるせえやつ来た。待ってやばい。鉄の前で。危ねえ鉄ぶっ壊れてる。マジっすか。うわうめえやつやん。ほんとやね。え、ああダイヤある高さ。ほんとや。頑張って探そう。ここら辺あるね。ユービクター、ビクったんだけど心臓止まった。マグマあるよ。ワンチャンありそうだね。終わっちゃったかもね。上とかでもまだそこまで漁ってなくないか。上とか、よし。ちょっと松明まつなくなりそう。松明持ってる？
え、もうそれで終わり俺ら本当に準備なさすぎだろ。いや、まずい。準備なさすぎ。俺は棒をね、頑張って持ってきてたから。よかった。だから棒全部使ったもしかして。棒全部使ったの。終了。で、サイマス今45分で。足りるかな。で、石のつるはし2本と、鉄のつるはし1個だけ。石のつるはし？うん。持ってる？鉄、じゃあ、終わりそうなんだ。俺、鉄は頑張って集めてるから。ちょっと待って、スライムジャンクあった？オッケーオッケー。ほんとや！スライムあるじゃん。うわぁ、かわいい、かわいい。サメ、やばいな。これはやばいな。ペチャペチャ。倒すか。バイバーイ。で、ついでにお前も。いて。死ぬ。金とかなくなってきたね。心霊現象。ゾンビちゃん、バイバーイ。ちょっと一旦掘れるかやってみるね。消えました。は、まあ少し増えた。ダイヤありそう？どうだろう。そこ。あったらいいけどね。どういよ、どういよ。だけ俺んとこ2284の160。ダイヤー、マジかよ、やばすぎ。ほら、神回でーす。ここら辺からちょっと使うんで、この下がいい。どうしよう、どうして、どういう流れですか。ほら、ちょっとそろそろちょっとなんか、あ、じゃあこれちょっと待って、あれにしよう、雲のめくって感じしよう。そろそろ7個あるから、ちょっと待って、そろそろちょっともうタイマスとかもう持ってくん、もうツラシとか持ってきてねえからっていうか、とりあえず家帰ろうって。とりあえずちょっともうちょっと行ったら上上がるかみたいな。じゃあそれで行こう、行くよ。じゃあちょっと一回ね、まあ雲の目ね、ちょっと腹減ってるから食って、ガス7個もある、贅沢食いだ。で、オッケー。あと、この上の松明は危なくないか。うん、何でその松明あるんですかって言われたら終わりやで。あ、危ねえ。よし、じゃあね、まあ雲行くよ。じゃあね、雲のめくったからね、まあね、探検しよう。すいません、ちょっとね、もうちゃんと、はい、松明をね、ちゃんとね、やってね。はい、行くぞ。めっちゃ開くもんね、俺。はい。ダイヤあったんだけど、えぐ。ここにあったよ、ほら。ダイヤ、後ろ。これダイヤ、ほら。何個かちょっと見るか。ここ掘って。はい、ちょっと待って、石の方がいい。1個、2個。今んとこもう2個見えてる。2個もしかして。あ、これ終わったやつ。2個ですね。まあ、どうする？ 2 個掘っちゃう。掘っちゃうか。掘りまーす。じゃあ1個。1個、2個。はい、オッケー。何？え？どうした？スライム！え？スライムですよ。ダイヤ！えぐすぎダイヤ、またあんだけど、あのスライムだけちょっと成敗しよう。一旦成敗しよう。一旦成敗、バイバイ。やば、マジか。またあんの。
ぶっちゃ、バイバーイ。じゃあ周り掘ろう。一個のやつもしかして。うん、まあ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 、ないよりは前、ないよりはまだいい。ダメだろ。はい、よし、行こう。いいね。ということでね、じゃあ家ね、戻ってきました。家じゃねえわ、メサ戻ってきました。じゃあ次はね、この、洞窟をね、漁っていきたいと思います。漁ってっていうか、あれっすね、やっていきたいと思います、探索。あ、危ねえ。よし、じゃあまず、早速金ありますね。じゃあこの洞窟漁ったら、まあ今回はね、まあこれくらいで、今回はこの辺でね、あのね、この洞窟を漁ったら今回はね、この辺で終わりたいと思います。まあね、いっぱいね、まあここに金あるんで、まあ金をね、いっぱい掘ってと。なんか嫌なもの見えたけど、まあ、大丈夫っす。木をいっぱいね、掘って、よし。じゃあ、金集まったから次行こうと思ったんですけど、じゃあ、ということでね、ここでね、洞窟はね、終わったということで、今回はこの辺でね、動画止めたいと思います。じゃあね、よかったらチャンネル登録とね、高評価お願いします。じゃあ、バイバーイ。もう本日2回目の P ですね。はい。ほんとにね、もう、ピー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 ってなっちゃうんですけど。こっち行きますか。はい。はい、もう早速金ありましたね。はい、掘っていきましょう。1個、2個、3個。殴っちゃうよ。邪魔だな、ほんとに。お前全部生き寄ってるってことかよ。7。めっちゃあったじゃん。結構いい感じっぽいね。じゃあこっち行こう。あれ？じゃあということでね、ここもね、まあ行き止まりということで、こう、もういいです。このオチはやめましょう。ほんとに。本当にしょうもないんでね、このお家はやめましょう。もうさすがに、や、本当にしょうもない。見てる側ももういいよ、もういいよ、さっさと行け、さっさと行けって思ってると思うんで、さすがにね。あっと、ということでね、もうなんか変なとこにね繋がったということで、今回ね、この辺でね、動画やめたいと思います。よかった。絶対このお家になるんですけど大丈夫ですか。このお家になるんですけど大丈夫ですか、本当に。そうで、誰だよこの洞窟やんだやつ、ほんとにガチで。あっちになんかありそう、そこ。お、廃校、廃校や。ここ行こうか。じゃあここ、まあ廃校あるんで、まあここら辺、ここあさってじゃあ終わりたいと思います。おっと、じゃあトラック取っていくか。ある。あ、トラックじゃねえわ。出る、ずらす。よし、じゃあね、おー、ちょっとね、ちゃんとね、まあね、レールはでも大事なんだよ。ちゃんとここもね、あさってね。よし。よし。じゃあそっち行くわ。で、まず一回ここにもレールあったんで、レールなんか欲しくなっちゃう。よし。じゃあレールをいっぱいね。つながってるぞ。気のせいかな、気のせいか。おった？え、お前んちか、そこ。いるやん、前。よいしょ、こっち来て。なんか続いてそう。じゃあ行ってみっか。よし、広いな。長い。お、待って、あったぞ。じゃあね、行っていきたいと思います。最高探検。何これ、何これ、階段みたいになってんの。これ何よくあるの、これよくあるの。はい、じゃあということでね、まあこんな辺でね、まあ終わったんでね、ここら辺で動画、
もう言ってるのももう疲れるんでちょっとやめます。言ってるのガチ疲れる、本当に疲れるからもういいです。ちゃんとしたもんね。ずっとつながってる洞窟行こう。ここ俺が水爆撃つだけちゃっちゃっちゃね。死ぬ。うん、オッケーオッケー、よし、オッケー。これね、夜しか寝れませんってやればいいんでしょ。いくよ。ねえ、意味ないじゃん、ねえ、痛い。ミスったし。結局ミスったし、くさ。待って、あげるから、ちょっと。クモさんだけ倒して。ちょ。あげる。はい。取れた？一旦飯食いたい。うざい、うざいじゃなくて。この水うぜえ。うぜえわ。うざいんじゃなくて、うざいとか言ってる。スライム？またスライムチャンク？えぐ、待って、この、まずさ、このワールドが噛みすぎてえぐいんだよ、ほんとに。レベチ。そうだね。そうだね、ほんとに。神。またなんかダイヤありそうな匂いしてるよ。めっちゃ金あるね。剣はね、金はもう、結構集めたいね。警告やん。これ警告だよね。えぐ。警告なんだけど。もし、あ、待って、降りちゃった。いいか。お前、スケルトンじゃん。え、ダイヤ！あー！まあ、お前だけはまず一旦。ダイヤあるんだけど。ほら。えぐすぎる！もう全部掘っちゃう？行こう。1個、2個、2個。まあ、やば。今日な、もうやばすぎだろ。マジかよ。ダイヤ、べーガチで、やべー本当に。普通におかしいんだけど、あれか、あの石の上にめっちゃ外しまくって落ちたんか。うん、おお、あの一マスでなんか一つも、まあそこ当たる場所じゃないけど、うん、よし、やった、あった、石炭、え、どういよ、石炭掘ったらどうやったの。これから全部石炭掘るか。ここ来て、もうすぐそこ登ってくる、キモ。ほら、これあるんだよ、えぐ。俺よく見つけたな、本当に。良すぎだろ。ほら、あ、今んとこ1個だけど、ちょっと前掘ってみよう。あ、2個ある、2個ある、今んとこ2個かな、2個っぽいわ。2個、いや俺らなんか見つけてはいる。え、マジマジ、掘っちゃったよ俺。適当に掘ってたらあった。
ほんとやん。え、ここなる。じゃ、ここら辺全部掘るか。ここら辺全部掘るか。こういうとこでみんな落下していくんだよね。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。マジ？4つある。やば。やば、今回神回じゃん。ほんと、鉄、待って、ダイヤ10個くらいゲットしたくない？家に3個でしょ。で、ここで4つ持って、で、今何個それで4つ ?11 個。やば。来た。いろいろあるじゃん、だってなんかあれやん。ほんとや。あー待って、チェストありますね、そこに。俺を見れたかもしれない。じゃあちょっとね、見てみたいと思います。せーの、おい。おお、普通だ。名札とか加速レール、加速レールと、待って、加速レールと普通のレールと感知レールある。あと名札もある。マイクラホラゲレール、レールがあるとめっちゃ掘りたくなる。剣道レールって簡単に掘れるね。これってなんかすぐ終わっちゃうんだよね。なにこれ、なんかほら見て、闘技場みたいな金ある。やれた、やだよ。やろ。じゃあということでね、まあこれまあ闘技場みたいなのあったんで、いきますよ。レディーゴー。おら！おら、おら、おら、おらもうな、もうこんなんもん、来た。おらら！ぶっかれろ、ぶっかれろ。ぶっかれろ、ぶっかれろ。オッケー、どうだよ。ほら、俺はもう殴りまくるよ、俺。ぶっかれた？こら、勝ったんじゃないの？あっ、待って、待って。ああ、え、あ、そうだ、忘れてた。え、して。あ、そうだ、お前置いてなかったやん、そうだ。置いて、置いて。あ、じゃあ、ということでね、まあ、もうさっきもう、こいつにもう、ボコボコにされて、あ、やっ、まあまあ、危なかった。まあ、ボコボコってわけじゃないけど、もう、まあ、俺の手、もう、俺の、このね、もう、盾、奪われたけど、まあまあまあ、いいかな。うん。まあまあ、いい勝負だったんで、楽しかったかな。まあ、ボコボコにされて、もう、ベッドで、リスチーこうやって取るの忘れてて、あそこ戻っちゃったけど、まあ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 。まあ楽しかったんで、ね、よしですね。はい。じゃあそこにね、まあ、邪魔だな。加速レール。こうやって、黄色と。
マグマ言ってね。スキン違う？最初なんだぞ。え、最初俺のスキンで今これになったらしいっす。ちょっとスキンをね変えたらしいっすよ。友達が。あ、もうあとね、あの。そうなの。あとあっちにね、あの洞窟、あの廃坑ね繋がってるんで、まああのね探検していきたいと思いまーす。なんか今見たんですけど、なんか子供ゾンビ乗ってます。いや、なんか初めて見たんだけどこのゾンビ。レアじゃん。これ絶対殺さない方がいいんだよね。いや、どうしよう。いや、持って帰りたいな。あ、でも火で死んじゃうか。やばいな。ちょっとずっとここにする。あ、ちょ、待って、名札で名前つけよう、こいつら。そうだな。鉄一作がある。殴られたんだけど、やばすぎだろ。え、一作ある。やば、かなどと、かなどこ作って、こいつらのね、名前をつけていきたいと思います。どうしよう、名前。はい、ということでね、もうトロッコね、見てもらえば分かると思うね。あー、もうさっき、あの、俺がね、名札取りに行ってたんですよ。そしたらね、なんか、死んでました。あ、死んでましたっていうか、消えました。ほら、もう、相手もね、ほら、ふてくされちゃいました、ほんとに。なんで？なんか消えたんですけど、意味わかんないんですよ。ふてくされてました。もう名前何するとか言って決めてたのに。まあこういう時もね、まああると思うんで、まあさすがにまあこういうこともありますよっていうことで、まあしゃあない、しゃあない、しゃあないっすね。うん、じゃあまあね、気を取り直して、まあね、まああそこのね探検をねしていきたいと思います。はい、ということでね、やっとね、家に帰ってきました。じゃあ、ということで、まあ、見せていきたいと思います。今日の、メサ探検の、あのね、全部ね、まあ、今日の収穫をね、見せていきたいと思います。このチェストに入ってます。じゃあ、はい。今回ね、この収穫でした。もう、ダイヤ11個。もう、鉄とかもう、2スタック。まあ、ここにまあ、インゴットがあるんですけど。まあ、金もね、1、2、3、4、4スタックと23個もあるし。まあ、レールもね、まあ、2スタック、まあ、ちょいとか。加速レールとかね、まあ、なんかいろいろね、パンチレールとか、まあいろいろ取れたんでね。まあ今回も結構良かったね、収穫。金4スタックはえぐい、普通に。もうやばかったね。ダイヤももう11個もやばすぎ。じゃあ、まあこの辺だね。じゃあちょっとね、あとね、まあね、どうでもいいんですけど、どうでもいい話になるんですけど、あと、あ、音声やるか。うん、音声でやるか。どうでもいいね、本当に話。こいつ、あー殺しやがった。まあ本当にね、どうでもいい話なんですけど、まああのね、キノコ島ってあるじゃないですか。あのキノコ島、あのそれで揉めてて今で、そのそこになんかあのキノコの牛みたいないるじゃないですか、そのキノコ島に。そいつの名前で揉めてて、俺はあのマッシュルームって言ってるんですけど、ムーシュルームでしょ。で友達はムーシュルームって言ってるんですよ。絶対マッシュルームじゃないですか。ムーシュルームだって。いや、マッシュルーム。いや、絶対ムーシュルーム。いや、マッシュルームです。絶対。いや、マッシュルームだろ、普通に考えて。いや、マッシュルームって考えて、どうよ、マッシュルームって。いや、ダサい。普通に考えたら、キノコのマッシュルームだろ、普通に。いや、ムーシュルームでしょ。マッシュルーム。マッシュルームってことじゃねえだろ、まず。はい、確かに。あ、どうだろうね。でも、マッシュルームってあるじゃん、普通に。あるけどさ。うん。いや、マッシュルームだって。いやいや、なわけ。ね、いや、マッシュルームでしょ、ほんとに。絶対マッシュルーム。お前、どこ？あ、ちょっと待って。あ、お前、ガチで、お前、てか、まず、お前、どこ？お前、ほんとに。あれ？あれ？なんか、どこ行った？お前。いた？お前。お前、ガチで、お前、マッシュルームだって、お前、ガチで、お前。もう許さんぞ、ガチで、お前。絶対マッシュルームやって、ほんとに。もう、お前、許さん。ムーシュルームはガチでおかしい。お前、許さん。もう、追いかけるかな。待って、ほんとにお前。ほら、ほら、ほら！ああいや、マッシュルームだって。あ、もう。いや、これあれ、落ちて、死んでもうエンディングでいいと思う。まあ、
もういいです、もう。こいつもう。じゃあ、まだ言ってなかったですけど、まあ、あれですね。まあ、皆さんはね、まあ、どっちだと思いますか？まあ、どっちでもいいとは思うんですけど、まあ、コメントで、まあ、自分はこっちの方だよって思う方をね、コメントで書いてくれると嬉しいです。まあ、絶対マッシュームなんですけどね。まあ、コメントね、書いてください。じゃあ、まあ、こんな感じで、まあ、メサ探検は、まあ、こんな感じでいいかな。いや、ガチでメサ探検、よかったな、本当に。めっちゃ良かったよね、本当に。本当に、ガチ。すごかった、本当に。まあ、いいんじゃね？今回、よかったら、チャンネル登録とね、高評価、お願いしまーす。よかったら、チャンネル登録と高評価、お願いしまーす。じゃあ、バイバーイ。ベチ、え、死なねえのかよ。ふざけんなよ、お前。なんで、死なねえじゃねえか。待って、お前、ガチで。うら、じゃあ、死んだんでね。じゃあ、バイバーイ。